会の動きとか日本の動きとか政治経済の動きとか最低限に掴んでおかない、まあ、いかにしてアラリーフを出していくかというところが一番大切です。今ね、知識は全くなく紀ノ国屋で15冊本を買っただけで起業したというふうに書いてあったんですけども、まあ、僕はやっぱり一番大事なことは人に言うんですけども、日経読んでる。それ意外と3割ぐらいしかいないですね。まあ学生ですからね。僕はね、やっぱり小学校5年、6年からやっぱり新聞は話せなくて、経営者が、あるいは今までっていうのは経営者に対して経営戦略を語って経営の話をするわけですから、まあ、皆様方もそうだと思う。社長ですから、世界の政治はどのように動いているのか、あるいは日本の政治は、あるいは個々の業界の動きは、まあ、そういったものはやっぱり常識だと思うんですよね。やっぱり経営者が常識がないと世界の動きとか日本の動きとか政治経済の動きは最低限に掴んどかない、あるいは下の広告欄も今何を広告がしてるのか、こういった動きを広告欄もどういう本が売ってるのかということも含めて、僕はまあ最低限20分から金庫やねということと、まあ、日本円マネーセンター作ったんですけども、M&A の仲介会社って言われるのが一番嫌いで、全くそのつもりはありません。M&A は経営戦略のツールとして、この会社を買うとか、あるいは相乗効果のない M&A は一切やらないと。まあ、例えば、まあ、日本電産、名前を変えましたけども、私とは一緒違い、何回もお会いしてますけども、日本電産が成功したのは、M&A は60社が70社や。やってますけども、周りもの要するにモーター類しか買わない、あるいはそれに属する製造業しか買わないという感じでやったから世界中の M&A をしてますよね。だから成功してるらしい、まあ、あるいは全然日本の若手の方でも、まあ、一時、まあ、名前は言いませんけども、いろんな業種を買ったりとかありますよ、ね、それは全然のことだし、やっぱり徹底的に自分の業種の垂直型がどちらかのやっぱりまあ、やらないとダメだと思います。会社にとって必要なのはやっぱり収益性ですよ。売上だけなし、やっぱ粗利ですよ。粗利から経費は、粗利からしか経費は出ません。このいかにして粗利益を出していくということが一番大切。それから2番目には、これがまあ PL とするならば、僕は PL の欄で見るのは経常利益しか売上ができない、経常利益しかいない、あるいは安定して毎年出せるかどうか、やっぱりそういう面ではビジネスであんまり借金が多いところは何かあったら、リーマンショックがあったら作れるわ、コロナで作れるわ、日本の人口がどんどん減ってくるから、お客さんも半分になるわけですから、日本だけでやったら売上は、半分になっている、だからやっぱりそういった面で毎年売上も利益も含めて言うと右肩上がりになる。それと意外と大事なのは成長性のない会社、皆さん方は多分成長したいと思っている人ばかりだと思うんですけども、意外と中小企業の9割までが成長してないんですよ。大体このこれぐらいでいいっていう人が、まあ、社長にしたら3000万ぐらい収入があったら、まあ中小企業だったらいいかな、まあ人並みに給料払えてるから社員だったらいいかな持ってる人が多いんで、意外とこの成長性が中小企業には特にないですよね。まあだから収益だけなしに PL も大事、あの一回 PS も大事、成長性もできたら最低 10% 成長しないとダメだと思っています。それからこの仕事を通じて社会貢献する、だから僕は税金は払うべきだと、いやもちろん節税的とか節税してもいいんですよ、僕は的にけども、税金を払いたくないから会社を伸ばさないとか利益を伸ばさないとか、これは反対ですよね。なんぼ税金でも 35% ぐらいだ、法人税。僕はいかにして税金を払うことが最大の社会貢献を持った方がいいと、社会に貢献しているというプライドを持っていいなと、どれがかれても会社とは強くない、この4つだけはぜひ、収益性、本当に成長性社会性、この4つは覚えられます。
オリックスの宮地さんをお招きして沖縄落としの大きな講演会を得られたという本にも書いてましたけれども、今まで知識は全くなく紀伊国屋で15冊の本を買っただけで起業したというふうに書いてあったんですけれども、いや全くやったことも見たこともないんですから、とりあえず全部本買ってこい紀伊国屋、それも15冊しかない、今もう何千冊でそんな本買い出したら自分はやれば絶対成功するんだという、まあ、多少の自信もありました。それから一生懸命熱意を持ってやらないとなんですけども、だから社員も言うんですけども、肉体的精神的限界まで挑戦することは一体ね、必ず僕は必要だと思います。ある意味若い経営者だと会社で働いた経験も浅かったりとか、まあ、場合によっては学生起業家だと一切自分の起業するジャンルに対して知識がないみたいなあのケースもあると思うんですが、そういう方でも15冊ぐらい本を読んで起業して OK っていう理解でよろしいですか？まあもちろん実際にエマンデルの方とお会いしたりとか、あるいは中には日経新聞に全面広告してた会社もあったんですよね。どれぐらい反応があったのかも全部分かったんですよね。全部下調べも全部下上でやってるんですよね。ありがとうございます。若林さんが関わってこられた会社の中で、この会社は M&A がうまいなと思う会社、他に。まあ、日本でその長野さんなんかはうまいと思うし、で彼が2003年に M&A したのは、結構大きな長野にオリンピック選手、スケート選手が出たモーター会社があったんですよね。その会社が100億の赤字だったんです。120億の赤字だったんですよ、2003年の決算が。で三菱銀行のが語りをしてて、奥田鳥が、名古屋さんのところに行って、なんとか名古屋さん、もういろんな方って言って無理やると、名古屋さん、一日だけ名古屋に来てくれと言ったんですよね。で、彼は、パッと見ると、まあ、製造業ですから、まず原価帳と決算書を見る、120億の赤字です。それから次に工場と工程管理を見られて、まあ、彼の頭の中では、これで原価高いかな。うちが世界中から買えば、ある程度の規模やったら、うちだったら 20% 安で買える。というと、そこで粗利が 20% 近くできますよね。それから、次は工程管理だとか、会社の小判を流れてみたら、これで 20% ロスしてるよね。うちに比べれば。そうすると 40% 粗利があるよね。なんで、で、2003年の9月に契約を結ぶ。なんと1年半の2005年の決算は120億の黒字を出している。だから 40% あるいは上がっているんですよ。だから一つ一つを経営者が本当に出ようというかどうか、企画としているかどうか、あるいは数字を見ているかどうか、本当に経営者が上がると、僕は赤字の会社も経営者が変わったらすぐ良くなる。最後にあの若い経営者の皆さんに向けてコメントいただいて終了とさせていただければと思いますが、まあ本当に30前後の方が多いかと思いますけども、まあよく起業されたなと、まあ、僕はやっぱり一番大事なことはやっぱりマーケティングだと思います。あるいはその仕組みだと思います。ギリギリだという言葉を一番大事にしてるんですけども、とにかくお客さんにプラスを与える。ギリギリだ、相手がプラスでないとプラスになれば自分にメールという、それからまあ何回も言うんですけども、仕事は使命感です。これを社員に、社員、信用、もう社員一人一人が使命感でやってるかということをぜひやったらどうか。この理念がないと、会社というのは言い続けるということなんですよね。それからやっぱり社会に対して正しいことを自分はしてるんだと、堂々と胸を張って言うようなということ。やっぱり常に考えてる。どうしたらいいのか。あるいは役員としても。社員としてもやっぱりいろんな現場の意見も吸い上げて聞いて、そして自分で判断する。あんまりまんまにならずにやっぱり社員を大事にする。いずれにしても一人一人が使命感であるということを大事にする。